そうなんですけれども、トヨペットさんに機会がありまして、新型のアルファード見てきました。で、 2.5 リッターのガソリン車、一番おそらく売れ筋になるであろう商品、 Z グレードなんですけれども、これ私皆様にまずお伝えしたいのは、この 2.5 リッターのガソリン車の Z グレード、もうこれで十分すぎると言ってもいいほど、もう他のハイブリッドとかベルファイアの 2.4 リッターのターボディーゼルとか、そういうものを例えば予算が合わなくて選べなかったとしても、この 2.5 リッターの Z グレードのガソリン車でもう十分満足できる車になってるってことを、まず皆様にお伝えできるかなと思います。で、今これ後ろ3列目のシートなんですけれど、これ片手で持ち上げることもできて、先代の30のアルファードよりも全然軽くなっています。で、おそらくシート自体のボリュームが下がっているというよりも、バネの反力がついていて持ち上がりやすく作られているんじゃないかと思うんですけれども、非常にこれも跳ね上げしやすいです。ただバンドになっているのは先代と変わりはないということなんですけれども、非常に使いやすくなっているというのが、まずこれも皆様にご紹介できるところかなと思います。はい、でこのようにもちろんリクライニングというのはノアボクシーと同様でもちろんついておりまして、で後ろももちろん電動ハッチになっているというのもノアボクシーと共通の機能となっております。後ほど運転席からエンジンをかけた時の状態もご紹介しようと思うんですけれども、まずこちらのトリム、それからペダル類、それからステアリング、まあ、この辺に関してもやはりノアボクシーと比べても、まあ、当たり前なんですけども、1ランク2ランクも上の作りになっているっていうのはもう間違いなく言えることかと思います。で、これ自体はオプションの装備というのが一通りついてるものになっております。なので以前の動画でご紹介した640万円の車、乗り出し価格としては640万円の車、それでも今回のアルファードとしては一番お買い得モデルとなっております。で、もちろんこのムーンルーフなんかも、まあ、オプションとなっているんで、もう少し乗り出し価格というのは当然安くはできるんですけれど、じゃあムーンルーフどんなもんなのっていうところもね、すごく気になるところかと思います。で、シートもこれ初めて見たんですけれども、もうこの後ろの2列目のキャプテンシートをもう見た瞬間に、もう全然この 2.5 リッターの Z グレードのガソリンで十分だっていうことをね、ものすごくこう思わせてくれるような、もうそういったもう質感も十分な作りのものになっております。で、もちろん後ろも当然ながら広くなっておりますし、で小物類もありますし、今 AC100V のコンセントなんかもついております。まあ、残念ながら AC100V の 1500W はついてないんですけれども、もうそんなこともどうでもいいやって思うような、もうそのぐらい他のところにこう視点がいくような、もうそういったもう全てが真新しいデザインにな、真新しいデザイン、それから機能になっておりますので、まあ、退屈も、まあ、しにくい車になってるんだろうなっていうことが、まあ、容易に伺えるところかなと思います。はい、でこれシート自体も当然これ合成表皮なんでナッパレザーではないんですけれども、もう全然ナッパレザーじゃなくてももう十分、もう見た目がとにかく良ければいいやっていう感覚で私もいますので、もうこれで十分かなというのが正直なところです。でかつ、まあ、横にこういったリクライニングの調整機構やオットマン、まあ、自動で調整できる機構、それからベンチレーションもついてますし、ヒートヒーターもついてますし、もう至り尽くせりというものになっております。でこの上下のスライドだけは手動にはなっているんですけれども、もうそれでも全然もう十分、むしろ上下電動ではなくて、まあ、手動の方が、まあ、早くこう作動することが引いたりすることができますんで、まあ、その方がいいと思われる方も多いと思いますし、実際にキャプテンシートをこうスライドさせても全くこう重さを感じない、やりにくさっていうのを感じないので、全然手動でも十分かなという感じが私の中ではしました。
でやはりこの辺の天井にありますエアコンの吹き出し口であるとか、まあ、小物類とか、まあ、こういったのは本当に新しさを感じますし、で3列目のシートも当然スライドができますし、2列目のベンチシート自体も一番後ろにしても全然広いですし、でこちらの方も、まあ、ブラインドこのサンシェードなんですけど、まあ、自動なのでこれ自体も、まあ、ムーンルーフとのオプション装備セットオプションになってますけれども、まあ、こういったものが、まあ、フルオプションでついている、まあ、これをつけるかつけないかということで非常に悩まれたりするとは思うんですけど、まあ、この車を見ることによって、まあ、その辺必要なのか必要じゃないのかっていうところもはっきりと、まあ、分かってくる部分なのかなということで、すごくこれからアルファードを、まあ、購入、もうすでにアルファードの予約枠っていうのは埋まっちゃってるんですけれども、まあ、実際に次買われる場合には結構冷静になって選べるんじゃないかなと思います。でエンジン自体はこちらは、まあ、ダイナミックホースエンジンではなくて今までの30のアルファードのキャリーオーバーの 2.5 リッターエンジンだと思うんですけれども、まあ、ヘッドカバーがこれ非常に特徴的でマグネシウム製のおそらくヘッドカバーだと思うんですけれども、非常に真新しい感じがしたなという印象でした。でこちら今エンジンかけたんですけども、エンジンかけた瞬間っていうのは、まあ、今までのアルファードとやっぱり同じような音ですよね。こう見た目とこうエンジンのその音っていうのが少しこう乖離があるかなっていう感じは、まあちょっと私の中では残念ながらするかなっていうところで、少しこう安っぽさっていうのがちょっとあるかなっていう気はします。この照明も最初操作の仕方が今一つわからなかったんですけれども、まあ、使っていくうちに、まあ、照明の使い方も少しずつ慣れて分かってくるようになりました。でこれが今ムーンルーフを、まあ、開閉するようになっておりまして、まあ、一回ピッてやってしまうと途中で止めることはできない機構にはなっております。まあ、ムーンルーフ自体はあってもなくてもどっちでもいいかなって気がしますね。ガラス自体は開かないので。でこのロールサンシェード自体もこれ自動になってるんですけど、途中でこう止めるっていうことはできないです。上げるか下げるかのパターンになっていて、まあ特にこの辺も別にあってもなくてもどちらでもいいのかなっていう感じはしますね。まあ手動だったらガラスルーフではないですし、で電動ですとガラスルーフになるということで、まあ、ガラスもね開いてくれると、まあ、サンルーフになってくれたらすごくいいなとは思うんですけど、まあ、そうではないので、まあ、特にそこはいらないよねっていう方にとっては別に全然ない仕様もありかなっていう気が私の中では、まあ、しました。まあ、こうやってボタンをねいろいろとこう押していくうちに操作で、今照明のボタンを押してるんですけれども、まあ、こちら、4段階ぐらいで照明の輝度の調整ができるんですけれども、今何やってるかと言いますと、まあ、色どこで変えるのかなっていうところなんですけれど、まあ、後ろにあるんですね、色をこの変わるところというのが、そうここのところで色の調整っていうのができるようになっていて、内側の照明のところは色は変わらない、輝度が変わるだけという感じになっています。